本当に災難だったね。買い物の途中に雨に降られるなんて。本当だよ。天気予報見てけばよかった。俺はタオルで濡れたところを拭きながら凛にそう答える。にしても、サラちゃんが雷苦手なのって結構意外じゃない？そうか。なんとなく俺はそうだと思ってたけど、俺の偏見でしかないけど、それなりに成長しても雷が怖いって人は、サラみたいな人が多い気がするから。ああ。まあ、なんとなく、言いたいことはわからなくもないけど、それはそうと、雨がもう少し弱まったら私は家に帰らないとな。やだな。もっとサラちゃんとミヨイちゃんと一緒にいたいな。ほんと、リンはあの二人を気に入ってるんだな。そりゃそうでしょ。あんないい子たち他にはそうそういないよ。気に入るのも当たり前だし、ミヨイちゃんにもサラちゃんにも幸せになってほしいよ。母親みたいなことを。いやまあ、ミヨイに不正的な感情どうのこうのって言った俺が言えたことじゃないけど。そんな会話をし、俺たちは時間を潰すのであった。お昼過ぎから降っていた雨は、夕方にはもう止んでいた。私今から一人の家に帰らないといけないの嫌なんだけど、いっそのこと私もこの辺に引っ越してこようかな。そうなるとリンはうちに入り浸るだろ。もちろん。そんな自信満々に言わなくても。でも、リンさんが近くに引っ越してきてくれたら、いつでも会えるからいいかもしれませんね。ね。ああ、でも、それだとリンさんにいろいろ負担がかかっちゃいますね。お別れが寂しい。また来ればいいだけの話だろ。そうなんだけど、それじゃあね、また今度の休みにでも遊びに来るよ。はい、また一緒にいろいろしましょうね。ミヨイの言葉を聞き、リンは泣く泣く帰っていった。それじゃあ俺たちも帰るか。って言いたいところだけど、今日の夜ご飯は外で食べてくか。おお、いいね。私も賛成。私も。何か食べたいものとかあるか？ああ、引っ越したばっかであんまりお金ないから安めのところで。わかってるわかってる。テンションの上がった二人に手を引かれ、俺たちは久しぶりの外食をしに行った。その日から二日経った朝、俺は仕事に向かう準備をしていた。もう少しでお仕事行っちゃう？ああ。今日はまだ時間あるかな。また頭撫でてほしいとか？まだ大丈夫かな。頭撫でてほしくなったら、その時はちゃんと言うね。ああ、もうすっかり頭を撫でることが当たり前になりつつあるな。まあ、俺もそれでいいんだけどさ。はあ。おはよう、おはよう。おはよう。珍しく起きるの遅かったけど、夜更かしでもした？そう。はあ。全然眠れなくて。それならまだ寝ててもいいのに。そうすると、昼夜逆転しちゃうかもしれないから、いつも通り起きておかないと。でも、眠たいなら無理しなくても。ほら、私がやれることはやっておくから。ミヨイはサラの言葉に、眠たそうに返事をする。本当に眠いんだろうな。まあ、夜寝れなくなるのはわからなくもないからあれだけど。それじゃあ、俺はそろそろ行くよ。ミヨイのことお願いできるか？サラ。わかった。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あ。おはよう、長月くん。おはよう。いつにもなく元気そうだな。ふふん。ちょっと面白そうなことがあったね。へえ。どんなこと？ないしょ。多分、長月くんが今日家に帰ったらわかるんじゃないかな。嫌な予感してならないんだけど。嫌な予感がするんだけど。ひょっとしてよからぬことでも企んでる？さあ、どうだろうね。ただ、私は面白そうだと思ってるよ。リンがそう言い不敵に笑った。はあ、まあ、俺も俺で楽しみにしておくよ。そうしておいて。それはそうと、ミヨイちゃん大丈夫そう？昨日の夜遅くまで連絡しちゃってたけど。ああ、そういうこと。ああ、いや、今朝ミヨイが珍しく起きてくるのが遅くて、眠たそうにしてたからさ。そういうこと。ミヨイちゃんには悪いことしちゃったな。まあ、いいんじゃないか。それじゃ、今日も今日とてお仕事しますか。リンのその言葉を聞き、俺たちは仕事を始める。その日の夜、遅めに帰宅した俺は、自室で服を着替え終えゆっくりしていたら。はい。千秋さん、ちょっといい？どうかした？千秋さんってさ、ミヨイちゃんや、リンさんのこと、どう思ってるの？可愛いとか、付き合いたいって意味で。どうしたんだろう。俺は今のところ、どっちとも付き合いたいとは思ってないかな。リンは気の合う同期だし、ミヨイは長い付き合いの幼馴染みだし。本当に？本当に本当？誰かと付き合って、私をしてない？ちょっと、本当にどうしたんだよ、サラ。千秋さんは、私だけを見ていればいいのに。そうすれば、サラ、本当に今日はどうしたんだよ。いつもはこんなこと言わないし、なんで今日はこんなこと言い始めたんだ？
そう考えていると、俺は昼間の凛との会話を思い出した。もしかして、凛にそうしたら面白いとかって言われた？え？すごいね、千秋さん。なんでわかったの？あいつ。マジで、本当にビビるから、こういうの吹き込むのやめてほしい。まあ、冗談見たくてよかったよ。うん、さすがに私だけを見てとは思ってないかな。私はミヨイちゃんも、リンさんのことも大事に思ってるから。それに、千秋さんが二人のことを大切にしてるのわかってるし、私は今のままで何の不満もないから。それならよかった。まあ、それはそうとして、後でリンには説教するけど。あ、リンさん、サラちゃんは私が助言した通りにできてた？リンさんは電話越しに楽しそうな声で、そんなことを聞いてくる。はい。でもすぐに気づかれたみたいですけど。あはあ、長月くんは鈍感じゃないから、そりゃあ気づかれちゃうよねー。あ、ごめん。電話かけておいてあれだけど、長月くんから電話かかってきちゃった。なんですかね？わかんないけど、とりあえず出てみるね。それじゃ、はい、それじゃあ。